こんばんは。スピリチュアル研究家の楓です。本物のツイン霊と偽物のツイン霊、どちらも深い愛情を表現する可能性がありますが、そのアプローチや持つ意図には大きな違いがあります。本物のツイン霊の愛情表現は、魂の結びつきを反映し、深く共感し合うものです。一方、偽物のツイン霊の愛情表現は、本物とは異なる特徴を持つことがあります。今回は、本物のツイン霊と偽物のツイン霊の愛情表現の違いについて、詳しく探究していきます。これにより、ツイン霊関係を理解し、真実の愛を見極める手助けとなることでしょう。ツイン霊との関係は、深く、純粋で相互の魂が結びつく特別なつながりです。しかし、運命じゃないツイン霊男性は、この関係に対して真の愛を持たないことがあります。まずは運命じゃないツイン霊男性の愛し方の特徴8選について解説いたします。1、見返りばかりを求める。運命じゃないツイン霊男性は、愛情を与えることよりも、自分に利益をもたらすことを優先します。彼らは、相手に対して無償の愛を持たず、代わりに何かを期待します。この見返りを求める態度は、真の愛とは対照的であり、ツイン霊関係に悪影響を及ぼす可能性があります。2、浮気癖がある。運命じゃないツイン霊男性は、他の女性に対しても、強い引力を感じ、浮気を繰り返すことがあります。彼らは自己中心的で、誠実な関係を築くことが難しい傾向があります。ツイン霊女性を尊重し、専念するのではなく、他の関係にも興味を示します。3、ツイン霊女性を否定する。運命じゃないツイン霊男性は、ツイン霊女性の感情や信念を尊重せず、否定することがあります。彼らは自己中心的で、相手の感情や意見に耳を傾けることが難しい傾向があります。ツイン霊関係は、相互の尊重と理解に基づいて、成り立つべきですが、運命じゃない男性は、これを欠いていることがあります。4、嘘をつき、言い訳がましい。運命じゃないツイン霊男性は、嘘をついたり、行動に言い訳をつけたりすることがあります。彼らは自己中心的な行動に対して説明をし、自分の欠点や誤った行動を認めることが難しいです。これは信頼性を損ない、ツイン霊関係に不安定さをもたらす可能性があります。5、出会ってすぐにアプローチしてこない。運命じゃないツイン霊男性は、出会った直後に積極的にアプローチしてこないことがあります。彼らは、自己中心的で自己満足的な動機を持っており、相手の感情や欲求を優先しないことがあります。一方、真のツイン霊は、出会った瞬間に特別なつながりを感じ、積極的にアプローチし、深い愛を育む傾向があります。6、話を聞いてくれない。運命じゃないツイン霊男性は、相手の感情や意見を理解しようとしないことがあります。彼らは自分の意見や欲求を優先し、相手の話に興味を持たない傾向があります。真のツイン霊は、相手の感情や思考に敏感であり、コミュニケーションを通じて深い結びつきを築きます。7、素の自分を見せる。運命じゃないツイン霊男性は、本当の自分を隠し、表面的な仮面をかぶることがあります。彼らは自己保身や他人からの受け入れを求めて、自分自身を抑え込むことがあります。一方、真のツイン霊は素の自分を受け入れ、相手に真実を見せることで、深い信頼と絆を築きます。8、体を重ねることが少ない。運命じゃないツイン霊男性は、性的な関係を避けたり、物理的な接触を制限したりすることがあります。彼らは深い愛と結びつきを築くことを避け、一時的な快楽を求めることがあります。真のツイン霊は、体と魂の統合を重要視し、愛を通じて、
深い結びつきを体現します。ですがツインレイ男性の愛情表現は分かりにくいことがあります。それはどうしてなのでしょうか。1、不器用で愛情を言葉にしないツインレイ男性の中には、愛情表現が得意でない不器用な性格を持つ人がいます。彼らは愛情を感じているにもかかわらず、それを言葉にすることが難しいことがあります。これは彼らのコミュニケーションスタイルが物理的なアクションやエネルギーで表現されることが多いためです。愛情が言葉に現れないことがあっても、彼らの行動や姿勢から愛を感じることができます。2、愛を怖がっている。一部のツインレイ男性は深い愛情や絆に対して恐れを感じることがあります。これは過去の経験やトラウマから来る不安や恐れが影響していることがあります。彼らは愛情を受け入れることで自分自身を傷つけるのではないかと心配することがあり、そのために愛情表現を控えることがあります。 3. 心が繊細になる。ツインレイ関係は非常に深い感情的なつながりを持つことが特徴的です。しかしこれによって心が繊細になり、愛情表現が過度に感情的になることを避ける傾向があるツインレイ男性もいます。彼らは相手を傷つけたり不安定にさせたりしたくないと考え、愛情を控えめに表現することがあります。 4. プライドが高くなり強がってしまう。ツインレイ男性の中には自己主張が強くプライドが高い人もいます。愛情表現をすることで自分が弱いと感じることを避けたり、相手に対して優越感を持ちたいと思うことがあります。そのため愛情を隠したり強がったりすることがあります。しかし内面には真の愛情が秘められています。 5. 自分に自信がない。ツインレイ男性の中には自分自身に対する自信が不足している場合があります。彼らは自分の感情や愛情表現に対して自己評価が低いことがあり、そのために愛情を示すことに自信を持てないことがあります。自分に自信を持てないため愛情を表すことが難しいことがあります。しかしツインレイ関係を通じて自己肯定感を高め自信をつけていくこともあります。 6. ツインレイ女性に対して熱い思いを持っている。ツインレイ男性はツインレイ女性に対して非常に深い愛情を抱いています。その愛情は熱い思いで溢れており、相手の幸せを願っています。しかしその愛情が過度に熱すぎて言葉や行動で表現することが難しいことがあります。彼らは相手を傷つけたり束縛したりすることを避けるために愛情表現を控えることがあります。だが嫉妬深く独占欲が強いツインレイ男性はツインレイ女性に対する独占欲や嫉妬心が強いことがあります。これは相手を失うことを恐れ、相手が他の人と深い関係を持つことを受け入れがたいからです。この嫉妬心が愛情表現に影響を与え、過度に制限的な態度を取ることがあります。彼らは相手に自由を与え信頼関係を築くことが大切です。 8. 愛情不足と感じている。一部のツインレイ男性は愛情不足を感じていることがあります。これは彼らが自分自身に対してもっと愛情を持ち表現する必要があることを示しています。彼らはしばしば自分の感情を表現しないことで相手に対して愛情を感じさせないと感じることがあります。しかしツインレイ関係はお互いに愛情を注ぐことで成り立つものであり、感情の開示が大切です。 9. 気持ちを言わないでも伝わると思っている。一部のツインレイ男性は相手に対する深い愛情を言葉にしなくても相手に伝わると信じています。彼らは心の中で相手への愛情を感じ、それが自動的に相手に伝わると考えていることがあります。しかし
言葉による愛情表現は関係を強化し、相手に安心感や幸福感をもたらすことができます。したがって、感情を言葉で表現することも大切です。10. ツインレイ女性の幸せを考えている。ツインレイ男性は、ツインレイ女性の幸福を真剣に考えています。彼らは、相手の幸せを最優先し、自己中心的な行動をとることはありません。そのため、愛情表現がわかりにくい場合でも、その裏には、相手の幸福を願う思いが確実に存在します。ツインレイ関係は、相手を喜ばせ、支えることによって、成り立っており、お互いの幸福を追求することが大切です。それでは、運命のツインレイ男性の愛し方の特徴とは、どういったものなのでしょうか？最後にしっかりと解説していきたいと思います。1. 一途な気持ちでよそ見をしない。本物のツインレイ男性は、一途で誠実な愛情を持っています。彼らは一度出会った相手に深く結びつき、他の異性に対する興味を持たない傾向があります。ツインレイ関係は、魂の深い結びつきを持つものであり、他の人に心が移ることは滅多にありません。2. 見返りのない無償の愛で包み込んでくれる。本物のツインレイ男性は、見返りを求めない無償の愛情を提供します。彼らは相手を自分の幸福の一部として受け入れ、相手の幸せを最優先に考えます。この無償の愛情は、お互いを支え、成長させる力となります。3. ありのままを受け入れてくれる。ツインレイ男性は、相手をありのまま受け入れることができます。彼らは、相手の欠点や過去の失敗に対しても、理解と包容の心を持っています。この受け入れの姿勢は、関係を深め、信頼を築くのに役立ちます。4. 誠実で嘘はつかない。本物のツインレイ男性は、誠実であり、嘘をつかないことが特徴です。彼らは信頼を大切にし、相手に対して、正直なコミュニケーションをとります。この誠実さは、関係の健全性を維持し、お互いにとって、安心感をもたらします。5. 面倒くさがらずに話を聞いてくれる。本物のツインレイ男性は、相手の感情や思いを真剣に受け止め、面倒くさがらずに話を聞いてくれます。彼らは、相手が抱える悩みや感情を理解し、共感してサポートしてくれることが多いです。このようなコミュニケーションは、関係を深める重要な要素です。6.道しるべとなるように時には叱ってくれる。ツインレイ男性は、相手の成長と向上を願い、時には叱咤激励して道しるべとなることがあります。彼らは、お互いの成長をサポートし、必要な時には、厳しい言葉をかけることもありますが、それは相手をより良い方向に導くための行動です。ただ、急かすことなく見守ってくれる。本物のツインレイ男性は、相手に対して急かすことなく、ゆっくりと成長を見守ります。彼らは、相手のペースを尊重し、じらせることなく、信頼と安心を提供します。このような支えが関係をより強化します。8. 体を重ねようと求めてくる。ツインレイ男性は、体を重ねることを通じて、深い結びつきを感じることがあります。彼らは肉体的な接触を通じても、魂のつながりを感じ、お互いの存在を確かめようとします。これは精神的な結びつきを体験として、具現化する一つの方法です。9. まるで子供かのように甘えてくる。本物のツインレイ男性は、相手に対して愛情深く、かつ甘えん坊な一面を持つことがあります。彼らは相手に対して、自分自身をさらけ出し、内面の脆さや素直な感情を表現します。このような甘えは、関係をより進化させ、相手に対する信頼感を高める要素です。10. 一緒にいられる時間を作ってくれる。ツインレイ男性は、お互いの存在を大切にし、一緒に過ごす時間を大切にします。
彼らは忙しい日常の中でさえお互いに会える機会を作ろうと努力します。共に過ごす時間は関係を深め絆を強化するために重要です。11、頻繁に連絡をしてくれる本物のツインレイ男性は相手とのコミュニケーションを大切にし頻繁に連絡を取ろうとします。彼らは相手の安全や幸福を気遣い日常の出来事や感情を共有し合います。頻繁な連絡はお互いの絆を強め信頼関係を築く手助けとなります。12、ピンチの時には助けてくれる本物のツインレイ男性は相手が困難な状況に直面した際には積極的にサポートしようとします。彼らは相手の安全と幸福を最優先に考え必要ならば物理的な助けや精神的な支えを提供します。このような支えは信頼感と絆を一層深めます。13、突然プレゼントをくれるツインレイ男性は愛情を表現する手段として突然プレゼントを贈ることがあります。これは相手に対する思いやりや感謝の表れであり相手を喜ばせ特別感を演出します。プレゼントは関係をより豊かにし相手の心を温かくします。本物のツインレイの愛情表現についてお話ししましたが、ツインレイ関係を経験している方々にとってこれらの特徴はより鮮明に感じられることでしょう。しかしツインレイについて初めて知る方々にとっては理解が難しい部分もあるかもしれません。それでもツインレイ関係は魂の成長と進化を促す素晴らしいものであり、その存在自体が奇跡的なものと言えるでしょう。最後にツインレイ関係について知ることは自己探求やスピリチュアルな成長に貢献することがあります。愛について深く考え自己と向き合う機会となるでしょう。この特別な関係についてどのように感じるかどのように受け止めるかはそれぞれの魂の旅路において重要な要素となります。ツインレイ関係が自身の人生において意味深いものであるかどうか、それは個々の経験や信念に依存します。ただし愛と魂のつながりについて深く考え心を開いていくことは誰にとっても素晴らしい冒険の一環であることは間違いありません。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見ご感想どしどしお待ちしてますね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。